アルマンド・カリネスクは、ルーマニアの経済学者、政治家。彼は1939年3月から同年9月に暗殺されるまでの6ヶ月間、ルーマニアの第39代首相を務めた。彼は、鉄英団に対して断固反対の姿勢で臨み、カロル2世の独裁政権下でも権力を維持し続けていた。彼は、幾度もの暗殺未遂を切り抜けてきたが、 ナチスドイツの協力もあって、ついに鉄英団のメンバーによって暗殺された。アルマンド・カリネスクは、ピテシュティに、ルーマニア王国陸軍のベテラン兵だった、ミハイ・カリネスクと、その妻、エカテリーナの間に生まれた。ミハイ・カリネスクは地主で、比較的裕福な家庭であった。カリネスクは、中学、高校とピテシュティにあるイオンブラキアヌ高等学校へ、通った。その後パリ大学にて、 経済学と政策科学の分野でドクター・オブ・フィロソフィーの学位を与えられ、1912年から1918年にかけてブカレスト大学にて法律と哲学を研究した。カリネスクははじめ国内で有力だった国民自由党に参加することを考えていたが、彼の政治観点は国民自由党の党首であったイオン・ブラティアヌから否定されてしまった。 その代わりに彼は当時交流していた対立政党の農民党へ参加し、党首のイオン・ミハレークに多大な影響を受けた。彼は1926年に農民党から選出された38人の議員の一人で、彼らは当時結成されていたアレクサンドル・アベレスク内閣に反対していた。その後1937年まで彼は選挙のたびに選ばれ続けていった。農民党が ルーマニア国民党と合併して国民農民党が新たに結成された際、カリネスクは党内の左翼側に立った。同じ思想側に立った党員には、ミハイ・ラレア、エルンツといえね、ミハイル・ゲルメギアヌ、ペテル・アンドレー、ニコライルプなどがいた。カリネスクは国民農民党のアルジェシュ県担当リーダーとなり、1928年の ユリ・ウマニュ内閣の下で勢力を拡大していく中で、ミハレイクによって、農林水産省の第一秘書に任命され、その後には、アルジェシュ県の県知事となった。そして1930年には、アレクサンドル・バイダ・ボイボドの下で、内務次官を務めた。内務次官に就いたカリネスクは、違法化されたルーマニア共産党の動向を、監視していた。1929年にルペニにて、 鉱山労働者のストライキが発生した際は、ルーマニア王国陸軍に命じて、疑いのある運動家の逮捕を行ったり、1933年にクリビツアにて、鉄道員のストライキが発生している最中には、軍に命じて、ストライキ参加者を殺害させていた。また彼は、同様に、1931年に非合法的に、結成されたファシズム政党の鉄鋭団にも注意を向けていたが、 この行動は結果として1933年のバイダ・ボイボド内閣の崩壊につながってしまった。国民自由党のゲオルゲ・タタレスク内閣と対立する中でカリネスクはタタレスクらの鉄鋭団に対する寛容な姿勢に警戒を抱くようになり、特に1933年12月のイオンデュカの殺害や1936年のイオンデュカ記念日の 冒徳によって一層警戒が深まった。フランスとイギリスの同盟を支持し、ルーマニア国内における鉄英団の活動に反対するカリネスクは、カロル2世の鉄英団迫害の動きを支持していた。当時彼は国民農民党の党首が鉄英団との選挙協定を結んでいたことで、国民農民党の党首と対立していた。1937年の選挙の後に、彼は、 内務大臣として、キリスト教国民党を率いたオクタビアン・ゴガの内閣に入ったことで、国民農民党に対して一層反抗し、その後すぐに彼は国民農民党から追放された。カリネスクは、鉄鋭団と対峙する覚悟を決めるようになった。1938年5月の選挙が準備、されていく一方で、彼は、鉄鋭団のプロパガンダの政権へと不を進め、 鉄営団とつながっていた出版社の閉鎖を行った。カリネスクは1937年にカロル2世による王室独裁が開始されるまで内務大臣を務め、その後はミロン・クリスティア首相の下で副首相を務めた。歴史研究家のジョゼフ・ロスチャイルドによると、カリネスクは政府内でも大きな権力を握っていたという。また、彼は1938年12月に、 ルーマニア王国唯一の政党として新たに結成された国家復興戦線の創立メンバーの一人でカロル二世と非常に近しい間柄であるとよく見られた。一方で彼は歴史研究家のニコライ・ヨルガとの論争にも関わるようになっていった。ヨルガはカロル二世が社会学者やルーマニアアアカデミーの会員に対して異なる様々な制服を着用することを定めた法律を 制定したことに対し、厳しく批判する書籍を発行していた。夜川、皮肉を込めて、私は国家復興戦線の征服を決める覚悟を決めている。だが私はあのピクケルハウベだけは被りたくない。なぜって、あれは内務大臣を務める者が被るか、串刺しをするためのものだからだよと述べた。後に、夜川、政府からの熱い要望によって、彼らを支援する側に回った。 1938年5月、ナチスドイツによるアンシュルスを知ったカリンレスクは、コルネリウ・コドレアヌをはじめとする、鉄英団の指導人や党員、さらには、その支持者の逮捕や処刑に動き出した。コドレアヌら鉄英団指導者は、脱走を図ったことによる死刑と称して、合計300人以上が処刑され、その他の党員に対しても、離党宣言の署名を強制させた。逮捕を逃れた。 オリア島などの鉄鋭団指導者は、その多くがドイツへと亡命した。1939年3月7日に、当時厚生大臣と教育大臣を務めていたカリネスクは、クリスティアが死亡したことで首相に就任した。当時、彼が鉄鋭団の交流の阻止やドイツが起こしかねない、戦争からの中立保持を行ってくれると考えられていたのが理由の一つであった。とはいうものの、 彼は、クリスティアが病床についた2月頃から実質的に首相の権利を保有していた。同時に、彼は内務大臣と防衛大臣にも就任した。同年9月、ナチスドイツによってポーランド侵攻が開始。その際に、鉄英団の党員は、カリネスクとカロル2世は、イギリス秘密情報部と共謀して、プラホバにある油田を爆破し、 ドイツが石油を利用できないようにしようと計画していると強く主張した。カリネスクはポーランド亡命政府とポーランド国民に対してルーマニア国内への亡命を許可し、ルーマニア国内の鉄道会社に対してポーランド国内の重要文化財の保護を目的に文化財をルーマニアへ移送させ、後にそれらの文化財はコンスタンツァ港からイギリスへと輸送。 この行為に対してナチスドイツは非常に憤慨していた。カリネスクはニコライティトレスク、ディヌブラティアヌ、ガブリエル・マリネスク将軍らと同時に秘密裏にブラックリスト入りされ、堀谷島からの命令を受けた鉄江団党員によってブカレストにて暗殺された。この暗殺事件は過去に幾度か実行された計画の最後の一つであった。この事件はナチスドイツの賛同や 支援の下で実行されたと考えられている。9月1日に、ナチ党、国家ファシスト党、鉄営団の格闘代表は、コッペンハーゲンにて会合を実施、カリネスクの殺害について、議論を交わした。カリネスクを殺害するための専門部隊も結成され、その中には弁護士であったドゥミトル・ドゥミトレスクや、学生だったチェザー・ポペスク、トライアン・ポペスク、イオン・モルドベアヌ、 さらには計画者であったイオンバシリューもいた。各メンバーは、プロイエシュティ周辺の地域で連絡を取り合い、はじめのうちはカリネスクだけでなく、カロル2世やマリネスクをまとめて殺害する計画を立て、プラホバダニにて計画を実行する予定だった。9月21日、ブカレスト市内のコトロチニパレスから帰宅中だったカリネスクの高級車は暗殺団に待ち伏せされ、カリネスク、 ボディーガードのラドゥアンドン、運転手のミティド・デュミトレスクラ3人が射殺された。8月に違法的に国境を越えていた島は、その光景を近くで見るために助走していたのだと主張した。また他の情報源では、マリンスタンクレスクなる人物が、密かにスーパーバイザーとして活動していたとある。皮肉にも、カリネスクは、自身の乗っていた、キャデラックの安全性を一度も信じたことがなく、 ガブリラ・マリネスクに対して何度も防弾車の使用を要請していたのだった。暗殺チームは警察が現場に到着する前に車から離れ、ルーマニアラジオ放送局に乱入、従業員を脅してワルツの放送を切り詰め、トライアン・ポペスクが自身らによって首相が暗殺されたことを告げた。だが、この放送は公表されることはなかった。それは暗殺団の預かり知らぬ間に、 放送局スタッフによって放送が中断されていたからだった。カリネスク暗殺事件についてドイツのメディアを除けば大多数の情報ではカリネスクの暗殺の背後にナチスドイツが関わったと説明している。ドイツのメディアはポーランドやイギリスの政権がルーマニアの中立性を放棄させる圧力をかけることを目的に暗殺を支援したと報道し、 この情報には、ハンス・フリッチェをはじめとした支持者がいた。タタリスク暗殺事件の後、臨時首相に就任したゲオルゲ・アルジェシャヌによって、さらに強力な鉄鋭弾抑止政策が取られるようになった。暗殺者たちは逮捕後に即時処刑され、暗殺現場での遺体のさらし上げが数日に渡って続けられた。また現場にはプラカードが設置され、そこには、これより先、 国への裏切りを行うものはこうなる定めであるとしれと記載されていた。同時に、ブカレスト市内のいくつかの高校に対しては暗殺現場への訪問を義務化させた。著名な鉄営団活動家の処刑は、ブカレスト以外の地域にも伝達、指令され、合計で253人が裁判を経ずに処刑されることになった。カリネスクの職は、内務大臣をガブリエル・マリネスクが、 防衛大臣をイオアン・イルクシュが引き継いだ。一年後の1940年に、鉄衛団によって政府は再編され、ルーマニア国家軍団が新たに樹立。同年9月にその政府の下で、マリネスクやアルジェシャヌは、他の政治家たちと共に、ジラバで処刑された。また、同時期に、クルテアでアルジェシュにあった。 カリネスク一家のクリプトは爆破され、未公開であったカリネスクの同居像は、鎖に縛られて、ピテ式テの通り中を引きずり回されることになった。彼の妻であったアデラカリネスクは彼に関する情報を、すべて引き渡すように命じられ、当時の国家指導者用がアントネスクに宛てた手紙の中で、シュグランツァの諜報員によって幾度も攻撃されていると告げた。ありがとうございます。